つきそうやな。ついてきた、あ、ついた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 。燃やすもの、消えるで。うん、いっか。あ、いける、いける。とりあえず、なんか、ゆっくり燃えてくれるもの。そうやな、木。木にも入れておくか。すごいな。登るか。あ、着いた着いた。これ空気が止まったら消えるんだよ。これ折れるかな。折れるやろ。え、何？魚燻製。燻製ソース作らなかった。ソースとかいらないと、なんかもうかぶせるものここに、ここになんかちょっとかぶせて木の板貼り付けて網置いたら燻製になる。あー、なんか、ね、ダンボールとかでもできる。燻製で長期保存に行ったり何でもできる。いや、それこそこれの上にフット缶かぶせるだけでもできるような。クリスマス、あ、止めた、もういいんちゃう。あ、止めいいんちゃう。お米ここ置いてや。お母ちゃん向いてる。でも、あれちゃう？おいしい。本当？あ、イカだ、イカだしや。うん、イカだしやな。だから魚介が増えるんですよ、魚を触るのを、あの練習しないと。追われるけど。いや、あの、やっぱ指怪我するからね、絶対骨とかで。2023年10月30日に撮影しています。倉庫必要です。倉庫貸してください、お願いします。広かったら広いほどいいです。倉庫貸してください、お願いします。そんな動画投稿です。こんなんね、いただいたものがいっぱいあるんですけど、これを一個一個修理したり、する場所、置いとく場所が必要です。はい、倉庫お願いします。出てきてほしい。倉庫、倉庫、倉庫、今一番欲しいものは倉庫。次の誕生日プレゼントも倉庫が欲しい、貸してほしい。
クリスマスプレゼントも倉庫貸してほしい、お年玉も倉庫貸してほしい、そんな感じです。倉庫ねえ、なんか畑とか空き地倉庫にしていいよとかいうのもねあると嬉しいです。あと同じで車の整備できる場所も欲しいんで、同じような倉庫とかアスファルトになってるとこ、それは欲しいですけど、場所が欲しいです。欲しい、お借りしたいです。ということで、倉庫お持ちの方よろしくお願いします。